はい。えー、いてですね、今度は炎あります。炎のボールっていうぐらいですか。こう、炎が出てますね。これをうまくこう割り当てていくっていうのをやりたいと思います。はい。炎、こんな感じですね。すごくなんかちょっとインチキ臭い炎なんですけども。はい。この炎なんですが、ちょうど、はい。配置しますということで、今どんな感じで配置されてるかっていうと、炎すごい、これかなのあ、これですね。これが炎になってます。 で、この炎なんですけども、まあ大きさが結構あるんで、まあこの辺はもう自由に使っていただいて結構かなと思うんですが、まあこういうふうにね、大きく使っていくと炎がこんなふうになります。で、炎をちょうどどこに当てるかっていうと、ボールがキャッチされたところ、ここですね。はい。ここに当ててあげて、はい。ここから、はい。親子レイヤー。つまりペアレントでボールについてくださいっていうふうにします。はい。つまりこの炎はボールと一緒に移動しますよ。 そうすると、ボールと一緒に炎が、なんか、こう、メラ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 、付随していくような形になります。そして、まだちょっと習ってないんですけども、はい、ここの描画モードから加算というのを選んであげます。これね、加算選ぶと、まあ、明るい部分のみが合成されるといった形になるわけですね。はい。そうすると、こういう風になります。ボールの動きに沿って、炎が一緒に回転しながら、うまく、バシッと決まるみたいな。はい。こんな感じですね。 まあ、ボールのですね、あの大きさに合わせて炎なんかもうまく縮めてあげると結構かっこよく決まるかなというふうに思いますね。